はい、それではですね、地域活性化コーナーとして、はい、また、素晴らしい、ね、活躍されている、はい、会社をご紹介したいと思います、はい。今日のゲストの方はですね、株式会社アイフィスですね、はい、アイフィスの社長でございます小原義晴様と、コーディネーターの中山美久子様をお招きしております。今日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイフィス、はい、どういう会社だと思いますか？この前ね、はい、今地域活性化っていう話だと見るとですね、はいはい、パンフレット作ったりイベントをやったりしてる会社だったんですね、はい、で今はなんか希少食材をテーマにいろんなことやってらっしゃるって聞いたんですけども、はい、そこら辺も、はい、そこでですね、今日のテーマなんですが、価値のある食材を価値の分かる市場で、いかがでしょうか？あ、いいです、ね、素晴らしいです。素晴らしいそうですね、はい、そうしましたらですね、まずですね、小原社長、会社のですね、説明を簡単にしていただけますか？まあ、先ほどはい、お話ありましたように、もともとはグラフィックの会社 でグラフィック作るときにもやっぱいろいろなこと考えるんですね、はい、足をこうしよう、はい、まあ、考えてるうちに今度イベントも考えてくんないっていうことで、イベントもやるようになりまして、はい、実はこの近辺の臨海部の開発の時にはかなり大活躍した会社なんです、はい、ああそうなんですか大活躍をした、ね、ほとんど青写真ではもう熟知してる地域なんですよ、ね、ああそうですか、はい、まあ、そういうことをやってまして、はい、いろんなことがあって、はい、まあ、たまたま今隣におります中山が、はい、とても珍しいものをですね、私の前にある日突然ポンと出したんですよ、珍しいもの、はい、はい、タケノコだったんですよ。タケノコ、はい、それは季節外れのタケノコで、はい、なんでこんな夏にこんなタケノコがあるんだろうと思って聞きましたら、はい、それが彼女がもともと熊本出身なんですけど、はい、熊本にしかその頃ないというタケノコを私の前に出して、はい、それが、まあ、一つの希少な食材との出会いだったんですよ、うん、でこれはどうすんのって我々食べるわけいかないし、で私が、はい、まあ、全国の料理組合っていう、はい、まあ、全国の料亭料理店ですね、はい、そういうところにお仕事をしてましたので、はい、そこで、まあ、ある方のお店、はい、それをお持ちしたんですね、はい、ただとってもね、あ、いいねこれはっていうんで褒められましてね、それがスタートなんですよね。あ、そうですか、はい、ね、中山さん、そのタケノコっていうのはどんなタケノコだったんですか？天草緑竹っていうタケノコなんですけど、5月から10月ぐらいまでの夏のタケノコで、まあ、原産は台湾なんですけど、はい、それを天草の地に持ってきて、で、まあ、環境がいいっていうことと、まあ、温暖でいろいろ作りやすいっていうのもあって、まあ、無農薬ですごいブランド化をすごくしたいっていうことで、まあ、生産者の方が天草出身である私のところに持ってこられたんですね。緑竹、今ですね、私も種子島なんですが、種子島にも今緑竹ってあるんですよ、でも美味しいですよね。ちょっと苦味があるんですけどね、種子島のものは、はい、でこの間ですね、ともけさん、はい、テレビを見てましたですね、なんとですね、目の前にいるですね、小原社長がですね出てたんですよ。すいません、あれ NHK の番組何でしたっけ、あれ、ビズスポっていう番組で、まあ、ある日突然NHK さんの方から、取材したいと、私は何も悪いことしてないのになと思いつつ、それが、まあ、希少なね、食材っていうところで、ぜひっていうことだったんですが、それはもう私どもがね、まあ、そろそろ皆さんに知っていただきたいっていう時期と重なりましたので、まあ、ちょうどいいタイミングでね、ご紹介いただいて、まあ、感謝してます。トムカさん見ました？見ました。結論から言うとね、はい、生産者と、はい、あとはその飲食店の方々に両方が喜んでました、そうですか。でじゃあその今後もですね、いろんな生産者の方々をですね、まあ、こう掘り出すっていうか、でどういう方をこう全国の生産者の方を対象にしているかと思うんですが、まあ、ターゲットはどういうところに持っていくか。そうですね、はい、我々が、はい、探し求めている生産者、はい、食材というのはですね、
まあ、戦前までは普通にね、あった、食材を、まあ、戦後いろいろな流通面だとか大量生産の問題いろいろあって、まあ、あまり首都圏ですとか、まあ、地域で地産地消されてるような食材で、家族で食べればいいよ隣にあげようぐらいの形でやられてた、そういったものの中にですね、かなり素晴らしい食材があるんですね、そういうお話を、まあ、あの有名な料亭料理店さんの調理長さんなんかにご紹介すると、まだこれあったのとか、話には聞いてたけど初めて見たよとか、そういうことがあったので、すっごいそれが喜びになってるんですね。で、そういったもんっていうのは、地域で未だに食べられてるから、美味しいもんを食べてるんですよ地域の人は。そうですね。それを、そういうのを知らない、首都圏都会の人にですね、ご紹介して食べていただきたい、でそれもまあ地方から首都圏まで持ってきますから、送料がかかりますよね当然、高いものになります、量も少ないから高いものになります、まあ、そういうのをちゃんとあのその良さを知って調理していただけるのは、やっぱり高級な料亭料理店さんかなというところで、今のところはですね、今のところはそういう形で市場としてはそういうところにターゲットを絞ってます、ですから地方の方で高級料亭料理店さんの生産者が出会っていただければ、ものすごいいいコミュニケーション、いい話、いいメニューができてくると思うんですよね。友家さん、この間私たちも銀座の方にちょっとお邪魔させていただきましたね。あ、そうですね、地方の食材を全部ね、ちゃんと調理して、あの時ね、お昼ご飯食べてっちゃったんだよね美味しいんだ、いろんなもの置いてあって、もったいなかったね。もったいなかったですね。で、私は、まあ、やっぱりいただいたんですね。その時にですね、ご縁がございまして、種子島の安納芋をご紹介いただきました。それで、そこで商談がちょっと決まったんでしたよね。その場で決まりました、あれはもうびっくりしましたし、感動ですし、嬉しかったですよね。嬉しいですね。かなり喜ばれて、評判作りになっていますということだったので、まあ、私たちが意図しているそういう希少な食材を、料理人さんたちの手によって、まあ、顧客の方々に振る舞えるという、まあ、そういったことで評判作りをして、お店が喜ばれて、お客様が喜ばれると、でそれで生産者がどんどんまた出していただいて、また数が増えていくという、まあ、皆さんがいい形でウィミになれるような、そんな事業であればいいなと思ってます。いいですね。で、今後のイベント情報として何かもしございましたら、先月はちょっと大々的にですね、熊本のフェアみたいなものを有楽町で、大々的にやらせていただいたんですけど、私どもは毎月1回銀座紙パルプ会館のパピエっていうラウンジがあるんですが、そこで毎月1回、プロの方ですね、プロの料理人さんを相手にした試食、サンプル試食会っていうのをやってるんですけども、それが今度は3月の10日にありますけどもね、3月の10日ですね、で、ぜひまたいい食材が出てくることも、そうですね、これをお聞きになってる、料理人さんがもしいらっしゃったらですね、紙パルプ会館で2時から4時まで、ちょうどお休みの休憩時間になると思いますけどね、お越しいただければもう大歓迎ですので、ぜひよろしくお願いします。そうですね、一人でも多くの方に参加していただいて、希少食材をぜひ探していただきたいと思いますね。これは料理人の方を対象としてるんですね。一応今のところは、プロの料理人さんにいい出会いをしていただきたいということで。なるほど、じゃあうちみたいに嫁さんがご飯作ってくれなくて僕が家で料理した、それじゃダメです。ダメですね、ダメですね、それは一応ですね、もう少し時間をかけて、まあ、いろんな試みができるようになったら、まあ、一般の方にもね、買っていただけるようになるといいなという夢ですね、思ってますね。まだまだお話をちょっとお伺いしたいところなんですが、今日はもうこれでお時間となってしまいました。またぜひ、お出かけいただきたいと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。